こんにちは、佐藤愛です。今回はグルテンフリーのオートミールとハーブでハーブクラッカー、ハーブオートミールクラッカーを作ります。オートミールは疲労回復効果、腸内環境の改善で便秘予防、ダイエットなどに役立ちます。そして今回使うハーブはローズマリーとミントを使います。どちらも抗酸化作用が高く、老化予防、エイジングケア、美肌などに役立ちます。ですから、今回作るハーブオートミールクラッカーは、美肌健康ダイエットにより、ヘルシークラッカーとなります。材料も4つだけで、とっても簡単にできます。注意点や応用方法も話していますので、最後までじっくりご覧ください。では早速、材料と作り方の説明をしたいと思います。こちらがハーブオートミールクラッカーの材料となります。この4つだけで作ります。まず最初はオートミールですね。オートミールは大さじ3杯ボウルに入れます。次は塩ですね。塩を少々加えます。だいたいこれくらいですね。塩を少々加えたら全体的に混ざるように軽くこうやってかき混ぜます。そして次にハーブティーですね。今回のハーブティーはローズマリーとミントを使っています。こちらは後から上にトッピングするので、ハーブティーに使った分から少しだけ取り分けています。ハーブティーは大さじ1杯ボウルに加えます。ハーブティーを加えたら、馴染むような感じで全体的に軽く混ぜていきます。まとまってきたら、きれいに洗った手で丸めていきます。水分が足りないときは、ハーブティーを足すといいです。水分が多すぎる場合は、オートミールをちょっと足して調整するといいです。このくらいの、手にくっつかないくらいですね。手にくっつかないくらいの、粘土状になったら8等分します。はい、だいたいこんな感じで8等分したら、それぞれですね、このクッキングシート、平らな場所でクッキングシートを敷いて、その上に乗せていきます。こんな感じで乗せたらですね、手でこう潰していって、なるべく薄くなるようにします。薄い方がね、パリッと仕上がるので、なるべく薄くこうしていきます。こんな感じで、できるだけぺったんこにしました。このね、生地の厚さでパリパリ感が違うので、好みの、厚さにするといいです。そしてこの上に、先ほど、ハーブティーの残りを取り分けておいた分ですね、それを乗せていきます。上にトッピングします。これは、乗せなくてもいいんですが、乗せた方が可愛いので、乗せていきます。ちょっと押さえつける感じで、生地になじませるような感じで押さえて乗せていきます。こんな感じでハーブをトッピングしています。トッピングできたらオーブン180度で15分間焼きます。焼き上がった後も余熱を使うので、そのままオーブンが冷めるまで放置します。では180度15分間で焼いていきたいと思います。こんな感じでとっても美味しそうに焼き上がっています。一個ね、食べてみたいと思います。とってもとっても美味しいです。パリパリカリカリとした感じでね、とっても美味しいです。ハーブのね、香りがね、ふんわり香って、とっても美味しいハーブオートミールクラッカーになっています。ここで注意点を話したいと思います。今回のハーブクラッカーは保存料など使っていません。ですから、冷蔵庫保存で湿気が来ないようにして、5日以内に食べるようにしてください。もし、それ以上保存したい場合や、出来上がりのね、パリッと感を味わいたい場合は、冷凍庫保存するといいです。冷凍保存だと、1ヶ月以内に食べるようにしてください。そして、食物繊維が多いので、ハーブティーやお茶など、多めの水分と一緒に摂ることで、腸内環境の改善がより良くなって、便秘予防により役立ちます。美味しいからとね、食べ過ぎるとお腹が張ったり、お腹が緩くなる可能性があります。食べ過ぎには十分に注意しましょう。オートミールの、1日の目安量は、だいたい 30g から 60g となっています。今回の量は 18g になりますので、すべて1回で食べても大丈夫ですが、食べ過ぎには十分に注意しましょう。ここで応用方法を話したいと思います。今回使ったハーブはローズマリーとミントを使いましたが、どちらか1種類だけでもいいです。あるいは他の好みのハーブを加えてもいいです。加える場合は全体でも3種類ぐらいまでにした方がバランスが良くて美味しいハーブティーになるかと思います。
使うハーブは、ローズマリーやミントの他ではレモンバームとかタイムとかセージ、それからローズゼラニウムですね。あとはバジルとかパセリなども美味しく食べることができます。好みのハーブを使って作ってみてください。応用もいろいろできてとっても簡単で美味しいです。美肌健康ダイエットに良いのでぜひ作ってみてください。オートミールやミント、ローズマリーの詳しい効果、その他の応用方法につきましてはブログ記事の方に書いています。興味がある方は概要欄の方で確認してみてください。あなたの健康ライフを応援します。ご質問やご感想などありましたらコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。またねー。